私のですね、推奨量っていうのが約 40mg になるということになります。あなたの最適な摂取量、推奨量は分かりましたでしょうか？あなたの日常生活に CBD オイルをぜひ取り入れていただいて、ストレス解消や不眠の解消にお役立ていただければと思います。はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、 CBD オイルの安全な摂取量は、2分で自分に最適な摂取量が分かる方法をお伝えしていきたいと思います。はい、CBD オイルを試してみたいけどどのくらい取ればいいのか分からない、そのような疑問不安がある方は今回の動画ぜひ参考にしてみてください。とその前に、 CBD オイルって最近よく聞くけど、そもそも何？なぜストレスや不眠に効果があるの？ CBD オイルは大麻草が原料って聞いたけど大丈夫？危険じゃないの？違法じゃないの？副作用はないの？実際の取り方はどうすればいいの？そのような疑問がある方はですね、こちらの2つの動画でしっかり説明解説させていただいておりますので、こちらの動画をご覧になってみてください。動画の詳細ですね、下の説明欄の方に貼り付けておきましたので、まずですね、こちらの2つの動画ご覧になっていただいてからこの動画に戻ってきていただければと思います。ではですね、今回は少し画面を切り替えてご説明していきたいと思います。はい、ではですね、早速 CBD オイルの安全な摂取量、2分で最適な摂取量を計測する方法をお伝えしていきたいと思います。はい、まずはですね、この動画の説明欄に貼り付けてありますネイチャーカーンさんのホームページのリンクをですね、クリックしていただいて、こちらのページにアクセスしていただければと思います。そうしますと、まずはですね、トップページにネイチャーカーンさんのですね、お得な情報が載っているんですけども、このページの下ですね、こちらです、あなたに最適な CBD 摂取量を知るという場所があります。はい、約2分であなたに合った摂取量を自動でチェックしますということで、早速いきましょうか。スタート。はい、あなたに最適な CBD 摂取量はということで、まず体の不調がありますかということで、これがいいえになってしまうと体に不調がある方のための情報になりませんので、はいとしておきましょう。そして、まあ、どのくらい深刻ですかというところで、まあ、すごく深刻ではないけどちょっときついなというところで4にしておきましょうか。そしてあなたの体重というところで、私は55キロになりますので B にします。そしてあなたの性別、男性ですね。そして年齢は35歳になりますので C になります。そしてこちらサポートメールということなんですけども、こちらはですね、はいにしますとネイチャーカーンさんからの、CBD のお得な情報だったりとか CBD の最新ニュースってところがですね、メールで来ることになります。こちらははいにされることをお勧めします。私はすでに登録していますので、こちら重複してしまうといけないのでいいえとさせていただきます。そして送信です。はい、そうしますと私のですね、推奨量っていうのが約 40mg になるということになります。はい、私の体調だったりとか年齢とかですね、体重とかそのようなところから割り出されるということになります。そうなると 40% の CBD オイルになりますと2、3滴になるということですね。そして1滴あたりのコストがどのくらいですよというところもですね、はい、載っているということになります。そしてこのページの下にはですね、パーセンテージ、CBD オイルの濃度によって、どのくらいの1滴あたり、どのくらいミリグラムが取れるかっていうところのですね、まあ、コストパフォーマンスのところの表もありますので、参考にしていただければと思います。さらにですね、こちら、ショップナウのところをクリックしていただきますと、今現在ですね、CBD オイルが 40% オフのセールもされていますね。はい、このような情報だったりとか、そもそも CBD オイルって何なのかというところだったり、CBD オイルの働きだったりとか、まあ、CBD オイルってどうやって抽出するのか、まあ、選ぶポイントだったりとか、まあ、CBD オイルに関するですね、すごくこう、
分かりやすい大切な情報が載っていますので、こちらもぜひご覧になっていただくといいかと思います。摂取量の目安だったりとかですね、最大摂取量が 70mg になるというところも注意が必要ですね。そして CBD オイルパーセントの、mg 何が違うのかというところの、量に対してのコストパフォーマンスだったりとか、CBG オイル、最近これ私も試してるんですけど、また、後日ですね、ご紹介させていただければと思っています。保管方法だったりとか、マリファナ、ヘンプ、カンナビジオール、それぞれの違いはっていうところも載っていますね。あとは CBD オイルに関するよくある質問ですね、よくですね、中毒性、副作用とか、そういったところもですね、合法だったり安全性はっていうところもですね、運転に関してですね、そのような質問っていうところも載っていますので、ぜひですね、こちらも参考にしていただければと思います。はい、戻ってきました。いかがだったでしょうか。あなたの最適な摂取量、推奨量は分かりましたでしょうか。まずはですね、今回のチェックで出た推奨量、摂取量を取っていただいて、体調を見ながら増やしたり減らしたり、最終的にご自身の体で最適な摂取量というところをですね、見つけていただければと思っています。あなたの日常生活に CBD オイルをぜひ取り入れていただいて、ストレス解消や不眠の解消にお役立ていただければと思います。また今回ご紹介させていただきましたネイチャーカーンさんでは、明日9月29日から9月30日の2日間限定で月末セールを開催されるそうです。月末セールでは CBD オイルが最大 40% オフで販売されるそうです。さらに今回この動画をご覧になっていただいているあなたのために、 40% オフからさらに 15% オフを上乗せできるクーポンを発行していただきました。CBD オイルを試してみたいというあなたはですね、この機会ぜひご活用いただければと思います。ネイチャーカーンさんのホームページ、そしてセール割引クーポンの詳細も下の説明欄の方に貼り付けておきますので、ぜひご覧になってみてください。 CBD オイルは正直少し高価なものになります。ぜひ今回のセールを活用いただいて、お得に CBD オイルをお試しください。世界から腰痛肩こりをなくすオンライン整体サロンを設立しました。月2回のオンライン整体、腰痛肩こりはもちろん、膝痛、股関節痛、四十肩などの痛みをセルフケアで解決する方法をオンラインで直接あなたにお伝えします。 Zoom を使ってのオンライン整体になりますので、直接口頭での質問相談も可能です。年4回のオフラインイベント、オンライン整体だけではなくオフラインのイベントでも直接あなたにセルフケア方法をお伝えします。セルフケアだけではなく家族整体、家族や友人の痛みをあなたが解決できるようになる家族整体法もお伝えします。それ以外にもオンライン・オフラインのサービスを数多くご用意しておりますので、ご興味がある方はぜひこちらの QR コードまたは説明欄のリンクにて詳細をご確認ください。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。